愛知県の藤田医科大学は川崎重工業が製作したロボットによる自動 PCR 検査システムを公開しました。検査の無人化・自動化で医療従事者の負担や感染リスクを軽減できるほか、検査時間を大幅に短縮でき、1日最大2500件の検査ができるということです。またコンテナとして移動もできるので、さまざまな場所で検査が可能になります。今月中旬以降の本格稼働を目指します。